10cc, 10 10cc, 10cc はイギリスで結成されたバンドである。デビューは1972年8月。しかしオリジナルメンバー4人はその約10年前から音楽業界で下積み活動を行っていた。4人は当時流行し始めたビートバンドブームの中、それぞれが演奏活動を始める。エリックス・チュワートはいくつかのバンドを経て、 1963年6月に、ウェイン・フォンタナザ・マインド・ベンダーズのギタリストとして、レコードデビュー。1964年6月、グレアム・グールドマンは、自身のバンドザ・ワール・ウィンズの、レコードデビューに際して、B 面曲として、ライバルバンドティーセバースにいた友人のロールクレームの、曲を採用するが、ヒットせずに、バンドは解散。グレアムは、ザ・セイバースから、 ドラマーのケビン・ゴドレーを引き抜いて、新バンドザ・マキング・バーズを結成、1965年2月に改めて、レコードデビュー。デビュー曲としてクレアムは、フォーユ・アラブを作曲するがレコード会社に拒否され、代わりに、ザッツ・ハウをレコーディングる。フォーユ・アラブは、その後ヤード・バーズがレコード化、前衛3位の大ヒットとなる。一方、ザ・マキング・バーズのレコードは不発に終わり、その後、 レコード会社を移籍しつつ4枚のシングを発表したもののヒットを生み出せずに解散。その後、グレアム自身はソングライターとして次々にヒット曲を生み出し、またピーター・カワップやジョン・ポール・ジョーンズたちとのバンド活動を経て、1968年7月には自作曲のセルフカバーアルバムザ・グレアム・グールドマンシングを発表している。ザ・マキング・バーズ解散後ケビンは 再びロールとコンビを結成、組み立て本などのデザイナーで成形を立てる一方、グレアムのマネージメントで1967年、イエローベロルームブーム名義で、シングル、シングシングスグリーンを発表している。ウェイン・フォンタナザ・マインド・ベンダーズは1965年1月のシックスシングル、ゲーム・オブ・ラブが、全英2位、全米1位の大ヒットを記録するが、その後低迷し、リーダーで、 ボーカルのウェインソロアーティストとして独立する。残ったバンドメンバーはエリックをボーカルに据え、ザ・マインド・ベンダーズとして再出発を図る。1965年12月に発売されたファーストシングル、恋はご機嫌は、全英2位、全米2位の大ヒット、その後、アーシェス・ツー・アーシェスもヒットするなど順調な活動が続く。 1967年には、シドニー・ポワチエ主演の映画、いつも心に太陽を、2曲を提供、バンド自身もゲスト出演している。1967年11月のシングル、スクルガールは、グレアムの作曲、プロデュース。このレコーディングで、エリックと息統合したグレアムは、後に脱退したベースの代わりに、バンドに正式参加し、シングル、アンクル・ジョエ・ザ・アイスクリーム・マンでは、 リードボーカルをとっている。バンドはこのシングルを最後に解散。エリックはグレアムを誘い、レコーディングスタジオストロベリースタジオの共同出資者となる。グレアムは、ロルとケビンを、スタジオミュージシャンとして誘い、やがて、エリック、グレアム、ロール、ケビンの4人で、バンド活動を開始する。1969年9月ヤードバーズのマネージャー。 ジョルジオ・ゴーメルスキーの設立したレーベルママレードより、フラブジョイランセブル・スプーン名義でシングル、アイアイムビサイド・マイセルフをリリース。ケビンのヘブンリーボイスに惚れ込んだゴメルスキーがケビンとロルを第二のサイモンガーファンクルとすることを目指したと言われている。アルバム制作も着手されたが、レーベルの経営が悪化したためにとんざ。同じ頃グレアムに対して、 米国バブルガムミュージックの総本山カセネッツイコール、カッツプロダクションから作曲の依頼が届く。渡米シュタグレアムは作曲契約と同時に、彼らの参加アーティスト用楽曲レコーディングのため3ヶ月間、ストロベリースタジオを貸し出す契約を結ぶことに成功する。その留守中新たに届いた4トラックレコーダーの試験録音用に3人が冗談で録音した。 ネアンデルタールマンがたまたまその場にいた旧地のレコード会社社員の耳に入り、1970年6月ホットレックス名義でリリースされる。このシングルは全世界で200万枚以上を売り上げるヒットを記録するが、その急激なヒットにおじづいた3人は、避暑地に逃亡してしまい、結果スターへの道を自ら棒に振ってしまう。アルバム、シンクス。 スクールスティンクスが発売されたのは9ヶ月後の1971年3月。とんざしたフラブジョイランセブルスプーンアルバムの楽曲を中心に構成されたというそのアルバムは英米版でそれぞれ別ミックスを収録するなど意欲的な作品だったがすでにネアンデルタールマンブームは終了していて不発に終わる。その後も4人はドクターファーザー、ファイタースカドレン、 アマゾントラスト、ザニューウェーブバンドなどとバンド名を変えながら、シグルをリリース。その前後、スタジオミュージシャンとして、ハーマンズ・ハーミッツ、オハイオ・エキスプレス、ラマセスなど数多くのアーティストのレコーディングを行った。特にニール・セダカとのレコーディングは、アルバム2枚、ソリテアー、ピースラブに及び、後のセダカ復活の礎として一部で高評価を得ている。 1972年、4人は、スタジオミュージシャンとしての活動で、自分たちの才能と時間が浪費されすぎていると考え、真剣に自分たちのバンドに力を入れることを誓い合う。エリックの10年来の友人だった、人気歌手ジョナサン・キングが、自分のレコード会社 UK レコードを設立したことを、聞いた4人は新たに作曲した、ドナを持参して、契約にこぎつける。キングは、 夢で見た世界最高のバンド名の 10cc を彼らに与え、1972年8月4日にシングルドナを発売する。この曲はフランクザッパのドゥーアップの影響を受け、ビートルズの O、oh! ダーリンに似た曲調のシングルだった。これが前英2位の大ヒットとなり、以降バンドの活動は 10cc 名義が中心となっていく。74年以降は 10cc に固定。 1973年3月に発売された3枚目のシングルラバー・ブレッツで前衛1位を獲得、同年7月に発売されたファーストアルバム 10cc も前衛36位のヒットとなった。このアルバムはロルのファルセットボイス中心のコミカルな楽曲が多く、ある種コミックバンド的な評価を得るが、同時にその演奏技術の高さも評価されていた。 1974年5月には、セカンドアルバム、シートミュージックをリリース。前衛9位のほか全米でも81位にランクインする。エリックがリードボーカルのシングル、ウォールストリートシャッフルをはじめ、コミカルさが交代。代わりに、良質なポップミュージックが全面に現れたアルバムとなった。バンドは、アルバムのヒットを受けて、初の全米ツアーを行う。 1975年、米国でのさらなる成功を狙うために、ホノグラム、マーキュリーレコードに移籍する。同年3月にサードアルバム、オリジナルサウンドトラックをリリースし、全英4位、全米15位の大ヒットを記録する。シングルカットされた、I'm Not in Love は、全英1位、全米2位を記録、現在でもバンドの代表曲として知られている。 同年冬に2ヶ月間行われた全米ツアーも成功を収めバンドとして絶頂期を迎える。1976年1月にホースアルバムビックリ電話をリリース。このアルバムも全英5位、全米47位を記録するが各楽曲においてメンバー間の音楽性の違いが明確に現れていた。当時のレコーディングでは誰が作曲してもメンバー間のサインがない限り、 レコーイングに入らないというルールを課していたこともあって、お互いの音楽性の違いが人間関係をも消耗させる原因になっていた。また、バンドとしてツアー活動も重要視するエリック、グレアム組とスタジオ制作に集中したいケビン、ロル組で意見の対立が激化、レコード制作は4人で行うが、ツアーはエリックとグレアムだけで行うという暫定合意がなされる。ケビン、 ロル組は自分たちがマンチェスター工科大学の協力で開発したギターアタッチメントギーズモのデモンストレーションアルバムに取り掛かる。同時に 10cc のフィフスアルバムのためのレコーディングがスタートするがエリック、グレアム組が用意したラブソング恋人たちのことを拒絶したケビンがロルを連れて脱退してしまう。同年10月末に公表された二人の脱退理由は キズモの開発とデモアルバムのレコーディングのためとなっていた。ケビンとロルはその後もドレークレームとしてレコードをリリースする1、1980年からはプロモーションビデオの監督業をスタート、高い評価を受ける。エリックとグレアムはその後も 10cc として活動を続け、ドラムに以前からツアーでのサポートドラマーだったポールバージェスをゲストに迎え、フィフスアルバム。 愛ゆえにを完成させる。1977年4月にリリースされた同アルバムは、全英3位、全米31位を記録。先行シングルの愛ゆえにも、全英6位、全米5位の大ヒットとなり、分裂で生じた悪評を完全に払拭する。その勢いを得て二人はツアーを開始、ポールに加えリック・フェン、ギター、スチュアート・トッシュ、ドラムス、トニー・オマーリー、 キーボードの4人をサポートメンバーとして加入さている。英国、豪州、初公演の日本を回った後、同年12月には英国のライブを収録した、シックススアルバム、インコンサートをリリース、全英14位を記録する。ツアーの後トニーに代わりダンカンマッケーを加えた、サポートメンバー4人を正式にバンドメンバーとすることを決め、10CC は6人組のバンドとなる。 この時、4人編成から6人編成になったことから、10cc が 15cc になったとも揶揄されていた。1978年9月にリリースしたセブンスアルバムブラッディツーリストは、全英3位、全米69位を記録し、続けて始まった英国、北米ツアーも成功を収めた。レゲエのリズムを取り入れたシングルドレッドロックホリデーは、全英1位。 全米44位を記録するが、これが彼らにとって最後のヒット曲となった。1979年1月に起きたエリックの交通事故によって2度目の来日公演を含むワールドツアーはキャンセルされる。エリック復帰までの間、グレアムはメンバーたちと一緒に映画サンバーンの代価やアニメアニマディンペックスのサントラをレコーディングして過ごす。 半年後復帰したエリックは手始めにフランス映画ガールズ恋の初体験のサウンドトラックのレコーディングを行う。1980年3月エースアルバムルックヒアをリリース。エリック、グレアム以外のメンバーが作曲した曲も組み込んだ意欲作だったが全英35位、全米180位に止まった。ホアルバムの米国版は ジャケットデザインが異なっている。同年4月バンドは、欧州ツアーを行う。1981年段間末期の脱退を機に、エリックとグレアムは 10cc を再びルー形式に戻し、他にサッドカフェのビクエマースニアレニークルックス、マーク・ジョーダン、サイモン・フィリップスらがレコーディングに参加した。同年11月にリリースした、インスアルバム、ミステリーホテルは、a に、 磨きがかかったが、時代的なニーズとは合わずに、チャート的には全く振るわずに終わった。1982年2月結成10周年、記念ツアーを英国で行う。同年3月、プロデュース、作曲に、米国のソングライター、アンドリュー・ゴールドが参加した、シングル、The Power of Love をリリース。前年米国では、リリースされなかった、ミステリーホテルは、この、 ザ・パワー・オブ・ラブをはじめアンドリュー・ゴールドが参加した3曲と別の1曲が差し替えられてようやく米国でリリースされた。同年8月にはエリックのセカンドソロアルバムフリューティ・ルーティスがリリースされる。1983年春の全英ツアーを経て9月にテンスアルバム都市探検をリリース。リック・フェンやスチュアート,トッシュのほかスティーブ・ガッド、ドラムやメル・コリンズ、 サックスらをサポートメンバーに迎えている。今作も AOR 路線を踏襲したためか、前衛70位と不調に終わるシングルカットされた君に夢中のプロモビデオの監督にゴドレークレーム、ゴドリークリームを起用したことが話題となった。リリース直後に始まった前衛ツアーも不調に終わったことから二人は10年に及ぶバンド活動を停止する。 1> ジ1ー,ーシー解散後、エリックは、旧友のポール・マッカートニーのレコーディングに参加。1986年のプレストプレイでは、アルバムの半数以上の曲で、共同作曲も手掛けている。1984年、グレアムは、アンドリュー・ゴールドとワールド・イン・アクションという名のユニットを結成。すぐにコモン・ナレッジと解明し、計2枚のシングルをリリースする。 その後1985年にレコード会社を移籍した際にワックスと改名。翌1986年6月にはファーストアルバムマグネチックヘブンをリリースする。同年3月にリリースされた先行シングルライトビトゥインジアイズは全英60位、全米43位のヒットを記録。ワックスは続けて1987年9月にセカンドアルバム アメリカン・イングリッシュを、1989年9月には、サードアルバム、10万フレッシュノーツをリリースしている。その後も、断続的に活動を続け1990年代後半にも、新曲を含んだ、ベスト版、ザ・ワックスファイル、199年や COMMONKNOWLEDGE.COM、1998年などをリリースしている。 1987年8月にリリースされた 10cc とコドレークレームの合同ベスト版チェンジングフェイセズベストオブ 10cc コドレークレームがプラチナアルバムとなったことからレコード会社のポリドールがオリジナルメンバーに対して再結成を打診。結果エリックとグレアムによる 10cc 再結成アルバムミーンホワイルが1992年5月にリリースされる このアルバムには、ケビンとロルもゲスト参加している。収録曲の、スターズ・ディ・ドゥント・ショーではケビンが、リード・ボーカルを担当した。二人のゲスト参加は、アルバム制作契約が残っているにもかかわらず、1988年に、コンビを解消したことで発生したペナルティ回避のためと言われている。セールスは、日本以外ではかんばしくなかった。1993年に16年ぶりの、 日本ツアーの後全英ツアーを行う。日本ツアーの模様は1993年7月にライブアルバムアライブとしてリリースされた。1995年3月 ABEX カッティングエッジから再結成第2弾アルバムミラーミラーをリリース。新読された I'm Not in Love の他はエリックとグレアムがそれぞれ別々にレコーディングした楽曲を交互に配列した構成となっている。 ただし、日本版と英国版と米国版はそれぞれ楽曲収録数が異なる。アルバムリリースに合わせて英国、日本、オランダでライブを行うが、それを最後に再びバンド活動を停止する。2000年10月にグレアムのセカンドソロアルバム、ア t h e ナザーシングがリリースされた。2002年、グレアムは 10cc 結成30周年を記念して、 元 10cc のリック・フェンとポール・バージェス、それにマイク・スティーブンスとミック・ウィルソンを加えたメンバーでツアーを行った。2003年4月にはエリックのサードソロアルバム、Do Not Bend がリリースされた。2004年には英国アイバーノベの賞を受賞。公の場で久々にエリック、ロル、グレアムが一緒に姿を見せた。2005年7月にはグレアムが 10cc、 グレアム・ゴールドマンアンドフレンズ名義で日本公演を行った。また2006年7月からは30年ぶりにケビンと共作した6曲をネット上でダウンロード販売している。エリックは2009年1月にフォースアルバムビバ v a LA d i f f e r e を発表した。2011年4月6日にウェールズのスワンジーグランドシアターにてコンサートを開催し、その模様を収録した映像が 同年7月2日にイギリスでテレビ放送された。2012年にはグレアム、リック・フェン、ポール・バージェス、マイク・スティーブンス、ミック・ウィルソンの5人により 10cc の40周年ツアーが行われた。10cc というバンド名の由来について男性が1回に出す精液の量4人分が大体 10cc ということで付けられたと言われる都市伝説があるが、 これは正しくはない。実際はバンドの所属レコード会社の社長、ジョナサン・キングが看板に世界で最も偉大なバンド、10cc と書いてある夢を見て、これは神のお告げかもしれない。と考え名付けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。